毎年恒例のこの企画でございます。ミスフラッシュ新旧グラビアポージング対決。ミスフラッシュ2021の皆さん、ステージにお願いします。さあ来ました、来ました。さあということで、21の皆さん、懐かしい企画が帰ってきましたよ。いや、そうですね、すごい懐かしいですし、はい、なんかインパクトがある企画だったじゃないですか、はい、これ。そうですよ。さあそれではミスフラッシュ新旧グラビアポージング対決、まず一組目の対決発表させていただきます。一組目、2021からマスアンナさん、お願いします。対決するのは2022からは笹岡幸美さん、お願いいたします。新旧グラビアポージング対決、用意スタート。さあいいです、応援してね、みんなも。はいはい、いいよ。はい、15秒経過、こちら髪切ってみてください。いいね、あのボディービルダーみたいな応援の仕方したよ、皆さん。あ、いいねいいね、素晴らしい素晴らしい。さあ15秒経過、中央ラスト15秒。ありがとうございました。さあということで白熱いたしました。さあそれでは早速2組目いきたいと思います。2021から霧島聖子さん、お願いいたします。お願いします。対するは2022から大塚アンナさん、お願いいたします。新旧グラビアポージング対決、2組目、用意スタート。はい、いよいよ応援が面白いな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、最終的にもう顔真っ赤になってるじゃないですか。どんどん低くなっていく。さあありがとうございました。さあということでございまして、3組目は2021から名取くるみさん、そして高槻さんも一緒によろしくお願いいたします。対するはミシャさん、お願いいたします。ちょっと2対1ですけども、それではマイクをメンバーの皆さんにお渡ししていただきたいと思います。さあそれでは最初の15秒下手からいきたいと思います。じゃあ皆さん中央にギュッと集まっていただいて、それではいきたいと思います。新旧グラビアポージング対決、ラスト3組目、用意スタート。
さあということで以上で全ての対決が終了いたしました。いやなかなか白熱でしたね。すごかったですね。私も興奮しちゃいましたよ。いやもうたまらんですよ。そうですね、もう一番いいところからね、はい、特等席からいいアングルからありがとうございます、見させていただいたということでございます。さあそれでは結果はですね、今年も私が独断と偏見で発表させていただきたいと思います。結果は両方ともすごかった。またまた今年も引き分けとさせていただきます。いや難しかった。今年も引き分けでございます。皆さんありがとうございました。ということで以上ミスフラッシュポージング対決でした。